元気爆発してますか？マリサです。本日、トーナーご飯を作ります。トーナーってうまいけど、食感が単調じゃん。じゃから食感が最高に面白いトーナーご飯を作ります。では、本日も元気に。クッキングスターティング。では、まず耳側を切っていくよ。マリサ、耳側って何？豚の耳じゃよ。ドリンカーなら誰でも知ってるおつまみだよ。なんでおつまみを納豆に使うの？よくぞ聞いてくれた霊夢くん。耳側は最高に食感がいいんじゃよ。コリコリして、ずっと噛んでいたいほど良い食感なんじゃよ。じゃけいね。冒頭でも言ったんじゃが、この最高の食感を単調な納豆に入れたら、夢広がるじゃろ。でも、マリサ、食感がいいものばかり入っていたら、納豆ご飯じゃないんじゃないの？じゃけいね。耳側は 10g 入れるんじゃよ。この量がトーナーとのバランスがちょうど良かです。とりあえず、こんな感じで耳側を切ってもらえば OK です。では、次の工程に移ります。トーナーをパックから抽出するよ。トーナーは糸を引きまくって嫌いっていう方もいますが、マジうまいから、食べてみてね。トーナーを抽出できたら、ギーネを 10g 投入。ギーネと納豆を気合を入れてかき回すよ。気合を入れてかき回すと、ギーネの辛みがなくなるんじゃよ。確かにそうだね。でも、ネギの辛みもないと寂しいよね。じゃけいね、今回は風味付けに生姜も入れるよ。ここで、生姜 20g 入ります。この生姜を入れることにより、トーナーと耳側の中を取り持つんじゃよ。生姜は全体に馴染めば OK じゃよ。軽くかき回す程度でいいよ。わからし入ります。続いて、レーターも入るよ。本当に納豆のタレって美味しいよね。卵かけご飯にかけても最高よ。ここで、きゅうり投入。このきゅうりと、生姜、この後に入れる耳側が混じり合ったら、食感は世界最高峰じゃよ。もちろん、味も最高峰じゃけどね。マリサ食べるのが楽しみね。そうじゃろ。耳側を軽くかき回せば OK です。あとは、熱々のシーメにトーナーを投入するだけじゃよ。マリサ、ご飯が冷めてない。湯気が出てないけど。カメラ位置とか直してたら、冷めちゃったんじゃよ。それは言わん約束やぞ。これで、完成じゃよ。いただきます。マリサ、この食感は何なんだ。本当に面白い食感だよ。こんなの初めてだよ。だしょう？このトーナーご飯は緻密に計算されて作られてるんじゃよ。トーナーが一番柔らかくて、次に、きゅうり、生姜、耳側と、だんだんと硬くなっていくんじゃよ。この硬さの違う食材を入れることにより、面白い食感が生まれるんじゃよ。でも、食感だけでなく味も美味しいよ。そうじゃろ。耳側の旨味も感じられるし、生姜の爽やかさもかなり効いてうまいんじゃよ。かすかにネギの香りも感じるよ。そうじゃね。このトーナーご飯は過去一じゃないかな。食感に関しては文句なく一番だね。でもマリサ、卵黄を入れたらもっと美味しくなるんじゃない？なんで入れなかったの？ナポリタンを作るためにターバとソーセージを買ったじゃろ。あれで、所持金がなくなったんじゃよ。明日からの食事はどうするの？もう冷蔵庫に何もないわよ。水道水を飲めば1ヶ月は生きていけるよ。ということで今週はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。近日中にまた会いましょう。